ジョージ・ W ・ブッシュ大統領と2005年の国民芸術勲章受賞者国民芸術勲章は芸術家や芸術講演者の表彰を目的に1984年アメリカ合衆国議会により創設された賞である。有名なアメリカの賞であり、アメリカ合衆国政府から芸術家やその講演者に対し授与される最高の栄誉である。ノミネートは国立美術協議会 国立芸術基金の諮問委員会に対し提出され、その中からアメリカ合衆国大統領による授与のためホワイトハウスに推薦が行われる。メダルは彫刻家のロバート・グラハムがデザインした。1983年、国民芸術勲章の正式な誕生に先立ち、芸術と人文科学に関する大統領委員会を通じて、ロナルド・レーマン大統領から芸術家と芸術講演者に、 メダルが授与された。国民芸術勲章は1985年に最初の授与が行われた。直近の授与は2020年である。1989年に作曲家、指揮者のレナード・バーンスタインが辞退した。伝えられるところによると、エイズに関する賞への連邦補助金が撤回されたことが理由。1992年にミュージカルの作曲家。 作詞家のスティーブン・ソンドハイムが辞退。NEA が政治的な内輪もめの犠牲者になっており、奨励や支援ではなく、検閲と抑圧のシンボルに急速になりつつあると信じていることが理由。1997年に詩人のアドリエン・ヌリッチが辞退。芸術とビル・クリントン政権の霊賞的な政治との間の矛盾に対する抗議が理由。ありがとうございます。